ヨシさん、こんにちは。こんにちは。ドリームキックオフ2014、はい、出られて、はい、夢が叶ったって聞いたんですけど、はい、具体的に何が叶ったか教えてもらっていいですか？はい、うん、自宅サロンを、開くという夢を皆さんの前で宣言させていただいたんですけど、うん、それがもうすぐ叶います。ああ、いいですね、はい。どんな自宅サロンですか？そうですね、まだ準備中なんですけど、うん、木のぬくもりとか、うん、あとアロマとか、なんか温かいぬくもりに包まれたようなサロンをオープンしたいなと思って、うん、今、はい、準備してます、ね、はい。じゃあそこに向けて具体的にどんなアクションやっていったんですか？あ、そうですね、うん、宣言した直後に、うん、とりあえずインターネットで物件を探そうと思って、うん、物件を探すところから始めました、うん、はい。で、うん、どうですか、すぐ見つかりました？あ、全然見つからなくて、うん、とりあえずインターネットで検索するだけ検索したんですけど、うん、それはもうとりあえずアクションはしたからいいやと思って数ヶ月放っておいちゃったんですよ、うん、はい。で、3月からとりあえず本格的に探し始めようと思って探し始めたんですけど、うん、なかなか条件に合うところがなくって、うん、もう何件も何件も物件見に行ったりとか、うん、あとは不動産屋さんを変えても見たんですけど、うん、自分の希望する料金とか、うん、あと場所とか、うん、広さとかに合うものが全くなくって、うん、で本当に何度も何度も諦めそうになりました、うん、それでも諦めなかったのは、うん、それでも諦めなかったのは、うん、ドリームキックオフで、最後に2014年をどんな気持ちで迎えたいかっていうビジョンを描いたんですよ、うん、でその時に私が描いたのは、うん、クライアントさんや、うん、できれば自分のパートナーとかが、うん、大切な人たちと自分の自宅サロンでなんかパーティーかなんかをやっているビジョンだったんですね、うん、でそれがすごく私にとってはなんか叶えたいなって思って、うん、私の大切な人たちが私の大切な場所で楽しそうに幸せにしてるっていう場を提供したいなと思って、何度かくじけそうになったんですけど、諦めずに探し切ることができました。じゃあその時の場面がこうありありと浮かぶんですね、はいはい、どんな気持ちですか、思い出してみて。ああ、もうなんか見てるだけで幸せというか、うん、そこにいるだけで、うん、自分自身も幸せだし、うん、大切な人たちが幸せそうな顔をしているのをなんか見るだけでもう泣きそうですね。そうか、はい、じゃあそれが間もなく実現する、はいはい、っていうことですけど、はい、これがドリームキックオフで見つかった、はい、っていうことなんですけど、はい、その2014年の、まあ、ドリームキックオフを遡っていただいて、はい、あの時、はい、確か1年前振り返りましたね、はい、1年前振り返って良かった時とか、うん、ちょっと嫌だったなって時振り返って、だからこそこんな年、うん、だからこそ次の年どうしたいかって決めたと思うんですけど、うんうん、はい、1年前振り返っていくつかのうち、あ、これは良かったなってことなんかありますか？うん、そうですね、うん、2013年は、うん、チームフローに通い始めた年だったんですけど、うん、チームフローに通って家族関係が私の中で劇的に変わったっていうのが、うん、とってもいいことでした、うん、で、なんでかっていうと、うん、もともと家族同士結構仲がいい家族だったんですけど、うんうん、仲が良ければいいほどというか、うん、特に母となんか近すぎて仲良すぎて、うん、たまに感情的になってしまって、うん、素直になれない自分がいたんですね、うん、例えばありがとうを素直に言えなかったり、うん、ごめんなさいを素直に言えなかったり、うん、でもチームフローに通ってなんか通う中で感情的になった瞬間に、うん、私は本当はお母さんとどうなりたいんだろうとか、うん、なんで私はここでお母さんに対してイライラしてるんだろうっていうことをすごく自分に問いかけられるようになって、うんうん、あ、本当はお母さんと私は仲良くしたいし、うん、本当は大好きって言いたいし、本当はありがとうって言いたいし、うん、悪いことをしたらごめんなさいって言いたいんだっていうことが分かって、うん、きちんと素直に感情をなんか伝えるようになれたのが一番の私にとっていいことですね。その場面ありゃいいと思い出してみて、はい、結局自分にとって何が大事ですか？自分にとってそのシーンから、うん、やっぱりこれ大事かなってパッと浮かぶものってありますか？
なんか本当の気持ちですね。なんか表に出てる感情じゃなくて、本当はどうしたいのかっていうことがなんか私にとって一番大切だし、本当の気持ちを大切な人に伝えることがすごく大切なんだなって思います。なるほどね。逆に1年前振り返って、はい、まあ辛かったショックだったってことは何かありますか？うん、そうですね、なんか大好きな祖母が認知症になってしまって、うん、私のことや家族のことが分からなくなってしまったっていうことが一番辛かったですね。それの何が一番辛かったんですか？なんか、本当はもっとおばあちゃんにいろいろしてあげたかったのにそれができなかったのと、あとは、本当はなんかもっといっぱいいっぱい伝えたかったことがあるのに、もうおばあちゃんがわからない状態になっちゃってごめんねっていうのが一番辛かったですね。どんな気持ちでした？ああ、もうなんか本当ごめんなさいって、なんかそういうふうにおばあちゃんを思われたくないってわかるのに、なんかごめんねっていう気持ちでした。まあ振り返ってみて、本当にお母さんに正直な気持ちを伝えるっていうのも良かったことだったし、まあおばあちゃんの話も振り返りながら、だからこそどんな2013年、こう一言でまとめるとしたら、そうですね、本当に自分とつながった2013年でした。こんな風に1年を振り返って、自分とつながった2013年、はい、それがはっきりしたからこそ、じゃあどんな2014年したいかって出てきたのは、はい、本当に自分とつながることで今自分にできることとか、今本当に自分がしたいことって何かなって考えた時に、温かいぬくもりを作りたいなって思いました。でそれは私自身が温かいぬくもりに包まれるのももちろんで、私自身が温かく満たされた気持ちになりたいなっていうことと、あとは自分の大切な人たちに温かいぬくもりを提供できる人でありたいなっていうふうに思って、クライアントさんだったりとか大切な家族だったりとか友達だったりとか、でそういうものを作りたいなって思いました。そして一言で言うと、どんなタイトルになりました？はい、温かいぬくもりに包まれた2014年です。はい、温かいぬくもりに包まれた2014年、はい、で決めて、はい、そして、具体的な目標としてはさら、はい、そしてアクションとしてはネットで検索、はい、で途中で挫折しそうになったけど、はい、やっぱり思い出して、はい、今叶った、はい、叶ってみて今どんな心境ですか？なんか何度も何度も諦めそうになったけど、諦めなくてよかったっていうのと、まだここからがスタートなので、本当にここからもっともっと温かいつながりを作っていこうっていう気持ちですね。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、ドリームキックオフ出てみてどんな夢が叶ったか、今日は土岐さんに意見聞きました。何をやりたいかわからない人にこそ来てほしい。なぜなら多くの人がどんな一年にしたいか、自分が何やりたいかわかりません。そんな人こそこの過去1年振り返りながら、良かった出来事、心が動いた、すごく嬉しかったことや辛かった苦しかったことを振り返りながら、だからどんなこの過去1年だったか、そしてだからこそ次の年どんな気持ちで翌年の元旦を迎えたいか、ありありと思い出すことで、テーマを決めて目標を決めてアクションを起こす。挫折しそうになったとしても、この気持ち思い出すことで叶えることができます。ぜひ次はあなたが夢を叶える。